はいいうも秘密かし、平無双水八でございます今回はね、まあ、キャロットクラブの方に入ってましてねって言いながらサンデーのなんか来てるんだけども、まあ、もう10年やってるんで、母優先っていうのがね、今年も何頭かいます。何頭かっていうかね、僕の出資、過去の出資場の産区が2頭募集されたんで、これをね、紹介していって、多分出資を予定しています、2頭とも。今のところね、まあ、厩舎だったりとか、あの,即尺あの体のサイズとかね、その辺を見て、 えと出資をする方向で検討しようと思ってる2頭をね紹介しようと思います。あえー、とプラチナブロンドの20父・北んブラックのボバですね母・父がジャングルポケット、まあ、プラチナブロンドの母が、ね、モンローブロンドってことで金子さんの馬で。えーっと ファンタジーステークス2着だったかな、2歳の重賞2着がある馬がおばあちゃん、でまあ、そのさらに母がソニンクってことで、この品系からはロジーユニバースとかね、ダービー馬が出ている決闘の里大3区のボバ、うん、ダービー狙いたいよなという決闘にはなります。ままあただね上が2番子まで 1>, 1頭目、2頭目が出走してないんですよね、あの初号が、えー、とキャロット所属で3歳でまだ未出走、2歳馬がキャロットの募集リストにもおらず、情報なしというような状況になってしまってます、まあ、なのでね、これで走れる3区が出てくるかどうかって意味では、まあ、例えばどの厩舎に入ることになるのか、せめてお母さんと同じところだったり、 まあソニンクの品形で結果を出しているところだったりしてくれれば、まあ、出資候補それ以外の若手に入っちゃったりすると今年もやっぱやめとくかなと、まあ、募集候補場合によっては最優先も使うよって形でいきたいと思いますそして2投目がプルメディアスターの20こっちは牝馬ですねなのでねまあ母優先持ってる馬だけ取れればボバヒ牝馬1投ずつで最低限あのバランスは取れるなっていうふうには思ってます もちろんできれば他の馬も出資しようとは思ってるんだけどこの2頭を優先でまずは検討するというところですねまあお姉さんのセラディーンもね出資していてモーリス・サンクこれがねあのようやくデビューのめどが立ち始めたっていうかまあ調教のペースアップができるようになってきた状況ということでまあ初語の牝馬が小柄に出て結構ね運動神経の良さそうなところは見せてくれてるんでまあこの馬には お姉さん以上のサイズ感で出てくれればね、あのプルメディアスターも、えー、とリディサイドの発号でちょっと小柄な牝馬で苦戦した、まあ、その下のリ、ね、ス・グラッシュが G1 勝ったりしたんで、プルメディアスターも後継繁殖牝馬としては、まあ、リディサイドと同じようにいい参考を出してくれるんじゃないかなって期待を持って、ね、セラディンからずっとまあ追っかけていければ。 まあそういう意味ではずっと追っかけてる品系最優先狙うんならこっちかなとかねそんな風に思いつつですねまあまずはサイズ感そして旧車というあたりを中心に検討をしていくべき存在なのかなとまあ、どっちもね決闘もいいですしねあの最優母優先使えるんで比較的余裕を持って出資できそうなんで、まあ、どっちかに最優先使う前提でねまあ あとは細かいデータが出てからという形でやっていきたいと思っていますま今ね今,今年はゲットキャロットの募集予定馬が今出てるのは90頭なんでね他のピックアップ10みたいなのもまたやろうと思いますのでぜひよろしくお願いいたします以上ハッチでした